世界第3位の広報、ジュンがセブンサード、サミットは地球上にある7つの各大陸で3番目に標高が高い山の総称である。これらの山はすべて大陸最高峰やセブンセカンドサミットの付属法ではなく別の山である。オーストリアの登山家、クリスティアン・シュタングルはすべてのセブンサードサミットに初めて登頂したと主張している。 氷河の誘拐と測量の精度の問題から、オーストラリア大陸の第3位の広報となりうる山が複数あるため、シュタングルはスマントリアンガプルなどにも登頂している。7大陸最高峰やセブンセカンドサミットと同様にセブンサードサミットを定義する上では、大陸の定義が問題となる。一般に大航海サス山脈の分水嶺は、ヨーロッパとアジアの境界を成すと考えられている。 その場合、大陸の境界線付近に存在するエルブルス・サント・ディフタウがヨーロッパの1位2位の広報となる。コーカサス山脈を除くとモンブランとプンタデュ・フールがヨーロッパの1位2位となる。オーストラリア大陸をオーストラリア本土とタスマニア島、ニューギニア島など同じ大陸法上に存在する近接する島々を含むと定義した場合、オーストラリア大陸の1位2位の広報は、 ニューギニア島のプンチャックジャヤとマンダラ山となる。大陸を海に囲まれた連続的な陸地に限定して考えた場合は、コジオスコとタウンゼンド山である。7大陸最高峰のリストは、リチャード・バスが自ら登頂し、著書、セブン・サマッツで発表したものが書質であり、これではオーストラリア大陸最高峰をコジオスコとしている。ラインホルト・メスナーは、 コジオスコの代わりにプンチャックジャイアを入れたリストを提案した。バスのリストの基準によれば、オーストラリア大陸で3番目に高い山は、オーストラリア本土の遠いナム山となる。メスナーのリストの基準によれば、それは、ニューギニア島のトリコラ山である。イリアンジャイアにおける山頂の高さの測量の精度が不十分なため、トリコラ山が、第2位、マンダラー山が、 第3位の広報とされてきたが、シャトルレーダートポグラフィミッションによる宇宙からの計測によればマンダラ山の方が標高が高い。どちらのリストでもエルブルス山をヨーロッパ最高峰としており、この基準によればヨーロッパ第3位の広報はロシアとジョージアの国境近くにあるシュハラ山となる。モンブランをヨーロッパ最高峰とみなす立場からはスイスのドーム山が ヨーロッパ第3位の広報となる。ありがとうございます。